って。ああ、なるほど。あ、記念写真をね。あ、ちょっとそれ写真ちょっと どんなやろ。写真残していただけるんですか。いや、まあそれでいいです。まあなんとかいけると思います。ああ、なるほど。あ、私も写ってるんですね。ということはこれ。私は来てないんですよ。あ、そうなん。まあ、オーストラリアに、まあ、もう長く住んでてですね。でも、あの、先ほどなんか電話では、もうなんかオーストラリアの方に行かれると。もう、いや、もう住んでるんですけど、もうすでに。あ、住んでおられるんですよ。2週間だけ来て、帰ってきて、あ、ふるさとへ帰ってこられて。で、今回。ああ、いやー、あの、明日、明後日までだったらね、してしてしてちょうど良かったんですけど、うん、最近ずっと忙しさされてたから、いや、そういう方が多いんですよ、実は今回も。あ、そうですか。ちょうど休日とかね、連休の時なんかに帰ってこられるでしょ、日本に。はい、で、そういう時になんかイベントがあったりしてね、はい、で、今これ今、てんやわんやしてるんですよ、すちょっと、ちょっと書いといていただいてんで、な、4と5を教えてたの、1から3を。1から3はね、2年前に、あ、2年前に買われて。先生で、プラス、京田鍋の散策のやつと。あれ、1から3、2年前だったかな、ちょっと、まあ、それ、その記憶も忘れてるんです。館長の半生を書いた半生を書いたマスコミ時代ですか。マスコミ時代。これね、これ書いて書いてください。5冊買って、5冊買って。ああ、そうですか。当時ではそれでほとんどやね。これは最近ね、これはね、アマゾンで買ったもあるんですよ。もう買われた今回。買ってたんで、ありがとうございます。これがね、いくらこのヒカルランドのこれがね、これ非常に人気がある。売れてるぞ、きっと。読みやすい。読みやすいやん。私のやつは、なんかしないけど、ぐたらぐたらとこう書いてるからね。そうそう、これ周りで、興味のある人に貸してるんですね。あ、これを、1から3を。みんなやっぱりこう、途中で止まって、なかなか先に進まなくて、なかなか本が返ってこないの貸してもね。ああ、次から次へと皆さん、回されたら。まあ、3、4人ですけどね。うん、みんなちょっとこう読みづらいとこがやっぱちょっとなんか、いや、初めてね、例えば竹内文書なんか読んでもね、全然前時期ないでしょ、うん、そうそうですね、前時期で、これはほんまに世界最古の歴史書か、まあまあ、話がね、まあ、私の竹内文書の謎みたいな本は以前読んだから、はい、あ、そうなんですか、だから前段階ですよ、ある程度。あ、そしたらブワッサッと読んでね、どうでした、はい、私のあれ、その いろんな人たち、先生方がね、いや、案内ですけど面白いんですよ、竹内文書買われてて、面白くて、はい、話がすごい広がっててね、ええ、ムーとかに行ってるから、いや、そ世界の謎まで広がってるので、そうそうそう、シリーズ2はムーに行きますんでね、興味ある人を読んだら面白いんですけどね。面白いですな。ストーリー的にこうやっぱりこう、何ですか、例えばさ、なんですか、研究家のね、関さんとかなんか、その部分が書いてるようにスラッとこう読まない、こういちいちこうグッと入っていかないとこう分かりづらい部分があるからね。一部分だけだったらね、ずっとこう流れが、私の流れを書いたんですよ、ね、ちょっとこうやっぱりこう神代のね、卑弥呼のあの辺りからね、結構こうで上皇研究所っぽい部分もやっぱりうがい吹きあるから、うん、なんかこう入っていかないと思う、うん、そりゃそうやと思う。そんなね、そ超古代のとこまでね、教えてもらってないから。そうそうですよ。読んでもいい、これ どこの時代そうそうそう、私も書いてるけどその2種類ぐらい年代書いてるでしょ、こういうこの頃の年代、紀元前1万年2万年とか、で、あれはちょっと離れたところには紀元前1万年になってたりね。そうそうそう、だからいろんな説があるわ。それをこう頭の中でこうね、くつなぎ合わしながらこう読まないと。あ、そうですか。進んでいかないなっていうのが、まあ、今度のね、これ読むと太いですよ太いでしょ、そのね、太いだけではなしに細いんですよ、字が。この辞書のようなね、細い字にしないと、さらにこれ倍遅刻になるんです。そんな本ないでしょ。ないですよ、電話帳さえですね。これ電話帳さえね、これもね、で写真を方に入れましてね、なるべく分かりやすいように、これ写真入れるのが大変やったんですよ。で、写真もね、やっぱりいろんな写真があって、こういうふうに活字にした、この印刷に回すと、全体が寝ぼけた感じになるんですね。それを4のシリーズでは、ある構成の人に任せたもんですから、4の場合はちょっと写真が暗い部分が結構ある。ただ5の場合は私がもうフォトショップとか何かで駆使してね、いろいろあったんで、綺麗に鮮明にもう統一した画面で出てるんですよ、このインドのね。こんなんもう今もう見られない。お釈迦さんとかね、そこからあのマヤ夫人が横腹からお釈迦さんを産んだとかあるでしょ。こういう像ね、今確か見られないはずなんですよ。当時はもう目の前で見られたのがね、
まあ、いたずらされたりいろいろあるんじゃないかなと私は見てる。もう話すよ、私もいろんなところに興味がいって、でどういうところに興味がある、今読んでおられるんですか、海外オーストラリアだったら、オーストラリア、オーストラリアね、だからアボリジニー行きましたよ、アボリジニーのあの列車に乗ってね、上の方行く、バリアリーフ、ケアンズのね、バリアリーフのところに行きましたね、アボリジニーの古いですよね、あれ、そうそうそう、あのアボリジニーの人も町の方へ出てこられてね、なんかいろいろそのあるという話はまあ聞いてるんですけどね、で、まあなんか元のね、何万年かね前に遡ると、こうアボリジニの人たちもね、こう繋がっ、ね、こう日本の方に流れてきた人もなんか繋がってるって話は、あのあるみたいですけどね。というとやっぱり人類史的なもともと日本人という。だからまああのニュージーランドもね、なんかまあちょっと別系統ですけどね。ニュージーランドの人もこれは電話かかってきてね、で本が欲しいと。こっち来たいんだけど、帰ってきたんだけど、もうすぐ帰らなきゃならない、うん、ニュージーランドもその民族学的なものが結構あるみたいね、まあ、たどればね、やっぱり日本の方とね、うん、なんかこう言葉も向こうの、はい、似てますか、なんか単語的なやっぱり共通のものが結構あるっていう話を聞きますよ。あ、そういうことやね。いや、ね、前の職場にね、おった時にあのディレクターの女性の方でね、そのニュージーランドへ行った話されたんですよ。小泉さん、そこまでやった話、ニュージーランド行けなさいって言うわ。ニュージーランドなんか何があんのかな、わからんなりに行かずにそのままなんです。まあ、マオリ族ってあっちはね、ポリネシア系、ハワイと一緒の文化系ですけど、ね、ミクロネシアとかでしょ、うん、マイクロネシアとか。こちらの、オーストラリアの方は別系統の。オーストラリア、レムリアかなんか言うんで、あ、ちゃいますね。レムリア大陸も。オーストラリアと南極は一緒になっとったの、そこ、こう、まあ、最後までこう分かれていた。最後までくっついてたのはオーストラリア。南極まで南極ですね。でまあ、それが分かれて、それはインドとなんかくっついてたという、インドレムリア。だからまああのたどるとそのあのまあインドもヒマラヤにくっついて、まあもそれとね、地球上の大陸が一緒になっちゃって、そう、分かれてた、分かれた2億年前で、この南半球の大陸がくっついてたのが、まあ、ゴンドワナ大陸って言うんですけど、はい、それがまた分かれてって。まあ、インドも大陸だったから、そうですね、大陸で、それどん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 北の方に上がっていって、ぶつかってヒマラヤができた、ぶつかってヒマラヤができたと、最後までくっついてたの、すごい話だね、これ、あんな世界一高いヒマラヤがぶつかって上がってできる、最後までオーストラリアくっついてた南極で、うん、その南極、それ、5、6千万年前に分かれて、オーストラリア北上していったっていう話ですね、だからそのレムリアのね、その伝説っていうかね、はい、どこの部分でどうつながってるのかちょっと分かんないですけど、ね、あんまり明確にしてないね、みんな、うん、あの絵かげやね、うん、あの辺みたいなしかも最近ではあの南極のその氷の中にね、地下都市があると、まあ昔からありますね、でなんかそのアメリカが地下都市をその探索してると、そこに鉱物資源なんかがすごいのがあって、うん、という南極で会議とかね、なんかしてましたよね集まってね、あれさ、嘘やでしょ、裏の主要人が集まってみたら、あんな嘘やと、まあそこでまたあの館長はこうね、現代のこのね、この現代の、まあ、現代の謎も一緒に話すから、やっぱり興味皆さんも思いますよ、だから現代とつながってるからいやね、多分半信半疑でね、いろんなまあ検索したりいろいろ話をね、ここへね、いろんな方が来ていただけるから、その話はやっぱり生の話でしょ、今回の、まあ、UFO とかあっちの方に行くし、でアメリカの NASA がね、あの月へ行ったという話も、あれはあの地上で撮ってた、ね、月にいない動物が下におるし、光が方々から照明当ててるとこれはもうアメリカの地球上で撮った映像や、まあ、まあそういうも興味あって、いろんなその辺ね、はあ、そのまあ、あの嘘というかね、 その、はい、そういうのもまあいろいろ、ああ、ああ読んでると、まあ、そういうのあるんだなっていうのは、まあ、興味で ね、広がっていったわけですよ、ね、なるほど、嘘を教えられてるんだみたいな、ね、ほとんど嘘の歴史を教えられていた、もちろんあのでっち上げの歴史ね、まあ、小泉さんとかね、ああ、見たのもちろん前から見てますけどね、ベンジャミンとかベンジャミンとか小泉さんは最近半島の人やというようなことを言ったりしてるんだけど、ベンジャミンさんは、まあ、ジャーナリストであるんでね、なんか公平な見方をされてるんだけど、客観的にね、こう見てるのは見てると思いますけどね、でもあの小清水さんかベンジャミンさんの親方が結局、うん、あの
聴導員大学さんの元でやってはるから、ちょっと今離れたりしてしたりしてるんだけど、そのつながりがあるわけです。だから日本政府とのつながりがやっぱあるでしょ。その辺は具合悪い、自分たちのこの囲ってる具合悪いところは言わない。こう立場が違って、立場違う、言わない。こう、そう、真実を追求してるのはみんな追求してると思うんですけどね、してるんだけど、立場が違う、自分の立場の内輪にいる人は一切言わないね。そこなんか言わないところありますよね。英語とは言うけど、だからそれをこう間引いてね、こう、そうそう、我々繋がないとね、見ないとこっちはこの辺はちょっと言わない人、この辺は言わないとかあるじゃないですか、ね、最近さ、あのラプトがありますやん、まあ、なんか復活してなんかやってますね、ラプト、はい、あれはどうも、我々そのクリスチャンの気持ちは分からないからね。クリスチャンなんでもないからね。でもまああの内容自体は結構あ、なんかね、知らない、知らない話を、なんで知ってるのかなみたいなのあるじゃないですか、他の人がね、そこまでね。だからあの人のやっぱり裏っていうかね、情報源があるんでしょうけどね。だからあの人たちは、もともと日本人かどうかが外から来た人の立場でやった話違うからと。だからまあね、クリスチャンの世界が。だからそういう見方をしていかないと、あれはうちの、うちに、まあ、この間三角じゃない、来られた方、モルモン教ね、の方が来られたし。なんか日本の考え方とよく似てるなという気がしましたね、モルモン教。そうですね。でも飛鳥さんがそうでしょ。そうそうですね。モルモン教でしょ。ちょっと違うんですよ。だからね、その知識はどこからね、その情報が来るのかなみたいなことが。そういう、私もそれを追求してるんだから、そんな言わないからね。まあ、古いところで、やっぱりこの、原始キリスト教みたいなね、はい、ところが、まあ、もともと早い時期に来てて、はい、それをこう、受け継いでる人たちがいるのかなっていうのね、うん。その原始キリスト教が元は日本やったと。元は私が到達した。行って帰ってきたって話でね。そうそう。それを言われてるのがね。帝が行って、ってイスラエルとかあのペルシャとかそういうところの文化を作って、そカタカナ文字なんかそうでしょ。行って帰ってきたっていうのが今最近帰ってきた注目されて。もうその帰ってきたのが我々は渡来民族やと言われてきたんじゃないかなということまで解明できた。行って帰ってきたっていう話をこう大きく話されてからみんながこう注目がだんだん。そうそう、里帰りしてきた。これみんなもうそれあの。いや、おかしいという人いないよ。なんか遺跡がね、いろいろこうね、おかしいんだよ。しかもそれを研究してる、あの海外のカタカナ文字を彫られたやつを研究しておられる、あれ何やったかな、ちょっと名前を忘れしましたけど、インドとか行ってね。だからそれがエロラ・アジャンタ、私も行きましたしね。で、そこに刻まれてることが、日本の文字が刻まれてる。そうですね。だからここにかつては日本人が来ていた。読めなかったものがね、あの近代文字で読めるみたいな話があちこちに出てて、その縄文土器もあちこちが出てくるみたいな話で、そうそう、まあ、繋がってきてね。面白くなってきたんですよ。そう、元がね、ここで。だけどこんなんね、いつまででもやっとったらね、あのもおかしになるんでね、まあ。もうそろそろもう。多分そのね、その本流 この4本の集大成は空海をね、とにかく竹取大きな博物館が竹取物語の解明しないから。でその空海をやっててやね、そこまで行ってしまったわけですよ。そうそうです、ね、空海宇宙まで。そう、でもあの歴史上謎の一番謎の、ね、空海さんとか聖徳太子など、この二人が分かれば結構つながってくるのかな。つながってくるね。それをここ今回これを書いたんです。これ大変やったん、これがこんな大きなったんです。だからここで空海来てね、ちょっと高野山行く時間ないから。当時に一人呼ばれていたんですけどね、まあ、当時でもええですよ。まあまあ、うん、ね、あ当時もあのやっぱり空海の大事なところやしね。で、うち、まあ、うちの母親は伊勢出身なんですけども、はい、伊勢は小さいところで、ね、伊勢神宮、伊勢の近く出身で、うんうんうん、で今回旅行ちょっとしたんですけど出雲に行ったんですよ、うん、今まで行ったことなかった、うん、出雲大社ね。で、まあ、親戚もちょっと行ってたりして、あ、やっぱり違うんだなと思って、伊勢と泉は、うん、一日出雲は違う。伊勢は新しいわね。そうですね、やっぱりより古い感じしますよ。伊勢はもっと古い、物の部でしょ。そうですね、物の部はここなんですよ、最初に来たのね。それも話を聞いて引っかかったんですよ。うん、いや、ここ物の部って、物の部初代王朝ができて、できたんで全国に広まって、インドあたりまで物の部のね、勢力貢献を築いて。携帯天皇の話とか。そうそう、ね、そこに神武が来たんですよ、ここに神武来たんですよ。で、普賢寺がその宮の跡で。そうそう。不明人がシュメール、ね、話になるとシュメールの人が来たよ。キュロソーが、ああそれはあの大光寺の和尚さんが言ってた話ですね。天皇というからね、天の王様やからね、地名が残ってる、うん、キュロソーやから、まさにエジプトとかそういう人たちがシュメールから上がってる色ですね、うん、でその後ね、この間ね、たんま尺八の先生来はったんや。この尺八の先生来はってね、で これ本を置いてかはったんですよ。今回それを話そうと。これこんな楽譜なん、尺八の楽譜がね。尺八の楽譜見たことないですけど。こ見たことないの。で、これをね、これは皆さんこういう当時のこの曼荼羅当時で見たこれ。見たはるんやけど。これ買おうかって。これね、このアップで見たらね、やっぱりものすごいものがこの中にあるんだよ。拡大した。
普通は遠くで見てるでしょ、はい、で実際に見れるのはこんな綺麗なのは見れないんですよ。でしかもこれだけで満足したらダメなんですよ。盆地で描いた曼荼羅があるんですよ。盆地で描いた曼荼羅、これはどこにあるかは言わないんですけどね、言わない方がいいと思うんですけど、東南にあるからね。だからそれすごいもんもまあ上がってきたし、まあ、今回もちょっとその辺をねちょっと写真で紹介して、シャコハチがこれエジプトとかインドとか、まあ、中国に来るしね。でこれ今たまたま今回のあれでまあちょっと発表しようかな思ってて、ね、この図面どうですか、これ琵琶ね、琵琶ね、琵琶ですね。でこれはシャコハチかな、ね、これは明らかに琵琶で、これシャコハチ吹いた、このシャコハチの吹き方がね、こう上向いて吹いてあるやろ、これは下向いてね、こう上に和楽器なんかウィーンみたいな上になってるから、上になってる、筒がいくつか出てみたいな。これ琵琶も普通日本で弾かれる琵琶は行商者の、あの鐘の音というね、京都なんかでやられるとはこういう弾き方はしない、縦向きにすんね琵琶は。あ、そうなんですか、うん、座って縦向きにブラブラーンとこうして歌を張るわけよね。ギターみたいに。で今回瑠璃子さんがね関わったのは横向きにした、ちょっと斜めにね、これが正解じゃないかなと。そういえば瑠璃子さんの本も買いました一緒に。あのマリアコード。マリアコードと。いやね、そうですね。初、あの絵本も一冊。絵本買った。で、この絵本まだ出ないですね。15日発売で。もう今出てるんですよ。あ、出てるんですか。なんか、アマゾン見たら。あ、持って帰らはろ。今ね、サインはしてないんですけどね。別館に置いてあるんですよ。あ、いいですか。あ、もう今日で帰らはんだから。この後ちょっと、そしたら。7月15日発売って書いてあるから、まだ。7月1日にね、出来上がっててね。あ、そうで、なこれまあとにかくこれお渡しといて、これまあ読んでいただいて、またいろいろメールでちょっとまあ感想聞かせていただいたら、皆さんにまだね、あのこれ1号なんですよ、24なんだけどね、1.5 番ですよね。あ、でそのだけど、あの、その絵本もあるんですか。絵本もあるんです。後から別館の行かなかった。絵本2冊、2000円、あ、な、4000円ね。ということは何だ、1万5000円と4000円で1万9000円、あ、な、1000円バックやね。ちょうどあんのかな、一応1000円バック、はいはい、ある。いや、これあの初めて売りますわ。100冊1号第1号ですよね。1号100、ただサインがないからちょっと申し訳ないんだけど、あの竹取の方はね、他のはサインがあるんですけど、館長にサインとかあるんですか。いや、もうそれちょっと、もう今ちょっと忙しいんで申し訳ないんだけど、だ向こう行きましょうか、はい、それね、うん、もう糸があるんでしょ、帰らはるの、まあ、ちょっとこの後買い物したりして、はい、買い物したりして明日帰るんですいません。ああ、なるなる、はいはいはい、最初のビデオでもかなり見せてもらいましたから、こんなの。え最初のあ、もうだビデオでね。